私物チェック。このカバン魔法かけないと開かないんです。はい、開きます。私の握力で簡単に開きます。ねえ、やだ。あー、何がいいかな。ねえ、やだ。じゃあ何がいいかな。あ、今日私カバン綺麗よな。綺麗よな。あ、何よ。見つけました。なんて、なんて、なにそれ。ダララララタ、なんか怪しい封筒。なに、これに白い粉でも入れてるの。観念しなさい。旅人へ心を込めて。お金のマーク。ちょっと中身を何かしっかりとチェックしたいと思います。やばいやばい、袋がもうヨレヨレやん。袋ヨレヨレ。待って待って、小銭が入ってます。え、待って待って、財布がここに入ってるのに。財布が入ってるみたいで。違うんですよ。何何この小銭。いくら入ってる。ああ、じゃあ50円落ちちゃった。え、この小銭。小銭玉2個もある。え、何何この。このこっちに入れる必要性。これは何何、小銭入れ、これ。ああ、私の、また私結婚したいランキングが上がっちゃうな。これはですね、おお、理由を述べてください。はい、これはなんだ、これ。これめっちゃ成田空港の服だけど、あの、金が入ってました。生活費を何日までにいくらって決めてて、うんうんうん、10日までに使う分だったんですよ。おお、今日10日でしょ。うん、あ、残ってるってこと。あと入れは、うん、1300、うん、1419円で、うん、今日終わらせないといけないんです。あ、でもじゃあ結構余裕はあるって。余裕はある。あの、15日ごとに、うん、はい、15日ごとにお金を分けてて、うん、はいはいはい、なるほどね。そうなんです、このお金で、うん、あの、やりくりしようみたいなので、はい、残り少なかったから封筒ごと持ってきちゃったの。なるほどね。え、そう、これでもさ、封筒に入れなくてもさ、使う分財布に入れとけばよくない？それは別なの。え、財布は何のために、何を使うの逆に。財布もお金入ってます。え、じゃあさ、別にこっちやばいと思ったらこっちから使えんじゃん。こっちも、うん、1000円しかない。この封筒にした意味があるのだろうか。違う、もうだって財布と2個持ちしてたら逆に使っちゃうよ。こっち足りないと思ったら財布からさ、お金出せちゃうもん。財布にそもそもそれだけしか入れとかなければいいんじゃないかなと思います。でも偉いでしょ、生活費ちゃんと分けてやりくりしようっていう。褒めてください。偉いね。はい、次。